プリムス・スーパーバードは、工場出荷時の高いリアウィングで有名である。特別なレース用ウィングを装着した、パイクスピーク、インターナショナルヒルクライムカラーリングの1987年式アウディ、スポーツクアトロエス1、グッドウッドフェスティバル・オブ・スピード。スポイラーは、運動中の自動車の車体を横断する、望ましくない空気の動きを、 壊すための意図された設計機能を持つ自動車の空気力学的装置である。車両の全部のスポイラーはしばしばエアダムと呼ばれる。スポイラーはレースカー及び高性能スポーツカーに適していることが多いが乗用車でも一般的となっている。一部のスポイラーは主にスタイリング目的で追加されており、ほとんど空気力学的恩恵を持たないか。 空気力学を悪化させてしまうものもある。スポイラーという用語はしばしばウィングと区別せずに誤って用いられる。自動車のウィングはその周囲を空気が通過するとダウンホースを生成するように意図された設計を持つ装置であり、単にすでにある気流パターンを破壊するものではない。このようなものとして効力を低下させるよりむしろウィングは実際には効力を増大させる。 クライスラー・クロスファイアー上の格納式、スポイラー・スポイラーは使い道について説明した用語であるため、スポイラーの働きは破壊しようとする特定の効果によって異なる。最も一般的なスポイラーの機能には動いている、車両を超えるかその周囲のある、種の気流を壊すことである。一般的なスポイラーはその形状を超えて流れる、乱流の量を増やすことによって空気を拡散し、 これによって、送流を壊して、送流境界層のためのクッションを与える。塊が加速しながら動くとき、周囲の空気は、その運動に影響を与える。レースにおけるスポイラーは、レースカーの車種上のその他の特徴と組み合わされて、使われ、周囲の空気によって影響される、相打特性を変化させる。これらの装置は特定のレースの要求に合うように、 あるいは特定のドライバーの才能に合うように高度に調節可能に設計されている。出荷時に取り付けられたリアスポイラーを持つトヨタイム R に乗用車において使われている多くのスポイラーの目的は効力を減らし燃費を上げることである。乗用車にはフロントおよびリアスポイラーを装備することができる。バンパーの下で見られる。 フロントスポイラーは主に車両の下を通る空気の量を減らして、効力係数と揚力を減らすために使われる。スポーツカーはフロントおよびリアスポイラーが付いていることが多い。これらの車両は典型的には高速操縦性を助けるためにより、剛性の高い車種とより硬いサスペンションを持っているにもかからず、スポイラーはまだ有益であり得る。多くの車両が、ルーフのリア円からトランク、 または、車のビブへかけて急な下向き角度を有しており、これが気流の分離を引き起こすためである。空気の流れは乱流となり、低圧力領域が生成される。これによって、効力と不安定性が増大する。リアスポイラーを追加すると、空気はルーフからスポイラーへかけてより長く、より穏やかな傾斜を見ることができるようになると考えることができ。これが気流分離を遅らせ。 スポイラーの前のより高い圧力はダウンホースを生成することによって車上の揚力を低減するのを助ける。これは場合によっては効力を減らすかもしれず、一般的にリアの揚力が低減することで高速安定性が増す。レースとの結びつきのため、スポイラーは消費者によってスポーティーと見られることが多い。しかしがら、より高所得層向けのモデルに、 装備されているスポイラーがさらなる空気力学的恩恵を与えることは滅多にない。BMW M3E92 クーペ。炭素繊維強化プラスチック製のリアスポイラーが付いている。スポイラーは大抵、軽量のポリマーに基づく材料で作られている。アクティブスポイラーとは走行中に状況に応じて動的に調整し、スポイラー効果や、 強度などの性能を変化させるものである。ほとんどの場合スポーツカーやその他の乗用車で見られる最も一般的な形式は車両の後方に部分的あるいは完全に格納され隠されているリアスポイラーである。このリアスポイラーは車両が特定の速度を超過すると上向きに伸びる。アクティブフロントスポイラーも同様に特定のモデルに実装されており 高速走行時の効力を低減するためにフロントスポイラーが路面に向かって下向きにさらに伸びる。ほとんどの場合、スポイラーの展開はオンボードコンピュータあるいはその他の電子機器によって車両速度、ドライバーの設定あるいはその他の入力に基づいて自動的に制御される電気モーターを使って達成される。ドライバーは手動でスポイラーを展開できるが、 車両の高速操打特性を危険なほどに損なうかもしれないため特定の速度以上ではスポイラーを格納することができない。アクティブスポイラーは固定されたスポイラーと比較して利点がある。外見上は駐車あるいは低速巡航時によりスッキリとした外観を持たせることができる。隠れるスポイラーは象徴的なモデルの外観を劇的に変化させることなく 高速空気力学を改善しようと努めている車のデザイナーにとって魅力的であるかもしれない。低速でスポイラーを隠すことも空気力学を改善できる。低速では固定スポイラーは実際には効力を増大させるがその上はほとんど空気が流れていないため車両の操打特性を改善することはほとんどしない。格納式フロントスポイラーは遠積、または その他の路面不良上で車が擦れるのを減らすことができ、高速での効力を減らす。シャパラル 2J にあるような駆動ファンは、スポイラーと等価な働きをし、ダウンホースを増大させることで車両のトラクションと操打特性を増大させる。車両の空気力学を変化させるためのファンの使用については研究が続けられている。長距離輸送トラクターのような大型トラックも、 牽引するトレーラーからの空気抵抗によって生じる効力を減らすためにキャビンの上にスポイラーを持つことがある。トレーラーはキャビンよりも高い場合があり、このスポイラーを使うことなく車両の空気力学を劇的に低減しうる。牽引するトレーラーはまた後輪からの空気を変更するために外向きに角度がつけられたアンダーサイドスポイラーを適合させることができる。列車も 効力を誘発するためにスポイラーを使用できる。日本の高速列車試作機ファステック360は 400km 毎時の速度に達するよう設計されている。そのローズはトンネル通過に関連した風の影響を壊すように特別に設計されており、効力を増大することによって緊急の場合に列車を減速するよう働く耳を展開できる。 一部の現代的なレースカーはルーフフラップと呼ばれるパッシブな状況的スポイラーを利用する。車のボディは前進している時にダウンホースを生成するように設計されている。これらのルーフフラップは通常同期はルーフのポケットに収納されており、車が揚力を受ける更新時に展開する。このポケット上の圧力が低下するとフラップが展開し、 車によって生成される揚力の一部を弱めることで、地面と設置していない状況により抵抗できるようになる。これらの装置は、タラデガでのラスティ・ウォレスのクラッシュ事故後の1994年に、ラスカールに導入された。1975年式3.0リットルポルシェ930ターボに導入された、最初の ホエールテールポルシェ911ターボが1974年8月に大型の広がったリアスポイラー付きで初公開された時、直ちにホエールテールというあだ名を付けられた。後部の揚力を低減し、それによって車が高速でオーバーステアするのを防ぐよう設計されており、またホエールテールスポイラーのゴム縁は歩行者に優しいと考えられた。 ホエールテール付きのターボ車は人気があった。ポルシェ911ターボは世界で最もすぐに見分けのつくスポーツカーの一つともなり何らかの形でその後20年間され続け、1989年までに2万3000台以上が販売された。しかし1978年からはリアスポイラーは再設計され、 その持ち上がった側部から T トレイというあだ名が付けられた。ポルシェ911のホエールテールはフロントバレンスパネルに取り付けられたチンスポイラーと合わせて使われたが一部の情報源によれば空気力学的安定性を向上させなかった。翼、テールゲートウィンドウの基部を横断するリアウィングまたはおよそ時速8 0トルで展開する電子。 制御ウィングのようなより新しい技術よりもダウンホースの増大という点では効果が弱いことが明らかにされている。1973年式ポルシェ911から,ら RS 上のダックテールホエールテールは E プログラムの一部としての1973年のダックテールの直後に登場した。 ダックテールは911カララ RS に合うより小型で広がりの少ないリアスポイラーでドイツ国外ではオプションだった。ホエールはもともとベースカーのポルシェ930及びポルシェ935のために1973年に設計され1974年にターボ車に導入された。1975年からはヒターボ仕様のカララのオプションともなった。 どちらの種類のスポイラーも、エルンスト・フールマンが、ポルシェ AG の技術責任者を務めていた時期に、設計された。1976年、ゴム製フロントチンスポイラーも導入された。1978年、ポルシェはインタークーラーに空気を供給する、ティートレイリアスポイラーを新たに設計した。これは 911SC 用のオプションでもあった。ポルシェ911のこれらの、 ホエールテール型スポイラーはファッション的な主張として人気を博し、この用語はフォードシエラー RS やフォードフォーカス、シボレーカマロ、サーブ900など数多くの自動車の大型リアスポイラーを指すために使われている。ホエールテールスポイラーはトライク、トラック、棒とその他の乗り物の後部でも見られる。ありがとうございます。